九大城九大城とは、関東料理の粥の一種。白米の粥の中に豚肉のもつを入れ、落花生や油状を細かく切ったものをまぶし、卵をあえて振る舞われることが多い。豚肉のもつは、栄養面でも優れている。甲州市西関では、朝食の粥として公式な食べ物となっており、庶民の口にも広まっている料理でもある。中国で過去が行われていた時代、 これを食べると、上限の栄誉を手にしたという伝承があることから、上限級大乗という愛称でも呼ばれている。諸説あるが、以下の二つの説が一般に知られている。民の林文の部は小さい時家が非常に貧しく、野菜で食をつないでいるという状態だった。その才能を惜しんだ隣人から、かゆを作るための白米を送ってもらい、野菜と一緒に入れて、乗として食べていた。 ある時野菜がつきたので、ミートボールや豚肉のレバーを入れて、錠として作り、昼食としてもてなされた。林文信部が、過去に旧大した後、故郷を訪ね、老人になっていた隣人に、ミートボールや豚肉のレバーを入れた粥を、当時の感謝の気持ちを込めて作った。この粥を、人々は、旧大錠と呼び、甲州市では一般に知られた説となっている。 関東出身の1823年の上限林飯等は、ミートボール、豚肉のレバー、豚の象徴などを材料に作った粥が大好物で、人々はその粥を食べると良いことが起こると思い、その粥を旧大城と呼び始めた。粥に入った肉団子で上限を、豚の肝臓で某岩を、花の形に切った豚の象徴で短歌を象徴しており、大人気の粥として、 公衆人に愛されるようになった。三元九代状に、さらに豚の腎臓、心臓、舌、魚等の食材を入れると、七九代状になる。ありがとうございます。